山に来とんねん。山に。生きてていける、全然いける。観光協会とか、その地域でこんな整備をするとか。あ、そうなんだ、ね。うん。マウンテンバイクやってた。お、妙見星だ。こんにちは。すごい、ここでトレーニングして、ここで商売してんの？トレーニング。すごいすごい。今探検。あ、そう。探検した。探検も何も。よく来るところじゃない。よく。違うとこ、そう、こっから中だったさ、こっちは、ね、一本でかい道行っちゃって行けるな、近く、近く、さっきそっちから行った。トレッキングシューズね、無駄がない動きだよ。
これ昔はもうちょっと登れたんだよね、枝があって確か。ちっちゃかったからかな。ちっちゃい頃。価格に収まらない。うん。よく作ったな、この通話というか。確かに。さっきみたいなバイクもいいかもしれない。そうだね。車でもこれ、あ、入れるんですね、うん、空気薄いから疲れる。そんな気がするんですけどただの運動不足かもしれないです空気薄いから。ほら、廃墟入った。本当だ。壊れそうですね。そう、なんとなくこう冒険に来た。もうちょい綺麗です。そうだね、うん、よくここチョイスしましたね。そう、なんかあのドアでも新しくなってる気がする。何が入ってるの。ツヤツヤしますね、うん、なんかそのこっちはそうですけど、くっちてないから、こっち側は。くっちてないですね。はい。使ってんすかね。菅平山荘。多分元のままだな。そこもなんかね、穴開いててもおかしくないですけど。そうそうそう。これ有名なベニテングだけ。マジっすか。うん、取っていいっすか。いいよ。すっげえ有名な。え、これ本当、うん、そうこれ。うん、まあ食いすぎたらあれだけど、猛毒じゃないし。猛毒じゃないんですね。猛毒じゃない。うちのばあちゃん干して食ってたもん。うん、まあ干すとね、そのまあなんだろう、そういうのはなくなるんだけど。面白いやつなんか、うん、大雨の翌日、うん、牛の糞。あ、へえ。ちっちゃいやつだね。ちっちゃいやつ、うん、で白くて、うん、傘の裏が紫色なんですって。おうおう、はい、だからみんな大雨の翌朝、うん、早朝から車で走り回って採取しないんですって。ああ、なるほど。で、2、3本しか生えてなかったら、うん、指でピンピンピンって弾いとくと、うん、翌日大量になるから、うん、そんなことして増やして、うん、で、蜂蜜漬けにして保存しておくんですよ。へえ。それを食べるんですよ。うん、食べると、うん、1回した後に、うん、多分吸収して大丈夫な成分だけ残って、うん、すっごい、なんかそう似たようなもんですね。似たようなもん。そう、はい、だから使い方分かってれば危なくないっていう。なるほど。薬、うん、ですよね。そうそう。漢方。
州なのか、そうなのか、そうだね。あの、俺もオーストラリア、最後トレーニングもオーストラリア行ったし、まあ、現地の日本人ほど、あ、すごい。これ使えないじゃないですか。いいで。いいですよね。いいで。現地の日本人ほど、ほど、日本人ほど、日本人ほど、まあまあ、作ってるんですか、向こうの人は。うん。普通なんですね、そういうの。うん、なんかアボリジニー、うん、現地のアボリジニーが、うん、その、固有のアカシア、うんうん、の花粉から作る、うん、普通に流通してるやつはもうもちろんやつって、うん、アボリジニが昔から意識的に作ってナチュラルなやつがあって、それはタバコを吸うんですって、パイプみたいなやつがあって、で、それ儀式だから人生で3回だけ吸っていいよって言われてるやつで、で、材と見る景色がやっぱ違うみたいで、で、なんで人生で3回かっていうと、前世と、うん、未来と、うん、あと、ジェスト、ライスと、うん、今世における、なんか、うん、その人の道しるべみたいなものが、抽象的に現れるって言われて、うん、そういう動きの何かが、みたいなところらしくて。これで半分だな。これ半分だ。さっきの上のところに行くと、お前って書いてある。向こうはもうほぼ同じ景色。なるほど。なかなかたどり着かないように吸ってみるといいよって言われましたし、これ吸えないって話じゃないですか。まあ今こういうことですね。そうそうそう、こうそうだね。麻婆豆腐チャーハン。